10月25日のリビングライフです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。大和カルバリチャペルの副牧師倉知恵です。今日も皆さんと共に神様の御言葉を学んでまいりましょう。ある裕福なご婦人が美術館に行きました。飾られている絵画を見ながら、近くにいた係の人を呼びました。ちょっと係の人来てくださる？わかるのよ。でも確認のため、これは誰の絵かしら。奥様、それはゴッホでございます。分かってるわよ。でもこの絵は誰かしら。奥様、それはモネでございます。確認で聞いているだけよ。じゃあこの絵はルノワールでございます。奥様は、この絵は分かるわよ。答えなくていいわよ。これはピカソでしょ？と言いますと、係の人が言いました。奥様、それは鏡でございます。と答えたというお話であります。いかがでしょう。私たちは分かっていると思っても、意外と本当の自分が分からないということがあると思います。預言者エゼキエルはそのことを民に分からせるために、自らの人生そのものを用いて主のメッセージを届けました。さあ、今日はエゼキエル書24章15節から27節を通して、それにもかかわらず従いますと題してお話をいたします。エゼキエル書24章15節から27節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、見よ、私は人打ちであなたの愛する者を取り去る。嘆くな、泣くな、涙を流すな。声を立てずに悲しめ、死んだ者のために喪に服するな。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履け。口ひげを覆ってはならない。人々からのパンを食べてはならない。その朝、私は民に語ったが、夕方、私の妻が死んだ。翌朝、私は命じられた通りにした。すると、民は私に尋ねた。あなたがしていることは、私たちにとってどんな意味があるのか説明してくれませんか？そこで、私は彼らに答えた。次のような主の言葉が私にあった。神である主がこう仰せられると、イスラエルの家に言え。見よ、私はあなた方の力の誇りであり、あなた方が愛し心に慕っている私の聖女を汚す。あなた方が見捨てた息子や娘たちは剣で倒される。あなた方は私がする通りにすることになる。あなた方は自分の口ひげを覆わず、人々からのパンを食べなくなる。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履き、嘆いたり泣いたりしないようになる。ただ自分たちの咎のために朽ち果て、互いに嘆き合うようになる。エゼキエルはあなた方のための印となり、彼がした通りをあなた方もするようになる。この時、あなた方は私が神、主であることを知ろう。人の子よ、私が彼らの力とするもの、栄に満ちた喜び、愛するもの、心に慕うもの、彼らの息子や娘たちを取り去る日、その日、逃れた者がこの知らせを告げにあなたのもとにやってくる。その日、あなたは逃れてきた者に口を開いて言え。もう黙っていてはならない。あなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知ろう。エルサレムの裁きの予言はこの24章の後半をもって終わります。
しかしそれはちょっと後味の悪いというか違和感を覚える内容です。なぜなら預言者エゼキエルの妻が死に、その悲しみの真ん中で神様はエゼキエルに嘆くな、泣くな、涙するなと、そんなことを命じられるんであります。そして妻の死におけるエゼキエルの生き様が神様から民へのメッセージになるという、ちょっと考えるほどに不思議な、まあ、嫌な気持ちになる内容であります。なぜエゼキエルの妻は死ななければならなかったのか。しかしこの押し殺された沈黙こそ神様のお気持ちを表しているということができます。人は耐え難い屈辱や愛するものを失う喪失の経験をするときに、それをすぐに表現することができずに内側に溜め込んでしまうということがあります。私もそういう経験をしたことがあります。あまりのショックに涙が出ない、感情が硬直するという、そんな経験をされた方もいらっしゃるでしょう。今日の聖書箇所16節18節にこうあります。人の子よ、見よ、私は一打ちであなたの愛するものを取り去る。嘆くな、泣くな、涙を流すな。その朝私は民に語ったが、夕方私の妻が死んだ。翌朝私は命じられた通りにしたという。民はエゼキエルの異常というか、そのことに気がついたでしょう。どうしたというんだ、奥さんが亡くなったというのに、どうして感情のないロボットのように立っているのか。あなたは嘆くべきでしょう、声を出して泣き叫ぶべきだと、わざと民に言わせているんであります。そしてついにエゼキエルは口を開いてこのように語ります。エゼキエル書24章25節から27節です。人の子よ、私が彼らの力とするもの、栄えに満ちた喜び、愛するもの、心に慕うもの、彼らの息子や娘たちを取り去る日、その日逃れた者がこの知らせを告げにあなたのもとにやってくる。その日あなたは逃れてきた者に口を開いて言え、もう黙っていてはならない。あなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知ろう。もう黙っていてはならない。預言者エゼキエルが命を懸けるようにして伝えた無言のメッセージは、イスラエルの民よ、ユダの民よ、いつまで黙っているのかという無言の問いかけであったのであります。同志社大学の教授であって、社会福祉学の博士である、もちろんクリスチャンであられる木原勝信先生の弱さの向こうにあるものという本に、このような話が載っておりました。木原先生は数年前、当時6歳の自閉症の甥っ子さんの通うその施設のクリスマス会に参加したそうであります。施設恒例の降誕劇で、まあ、その H 君がイエス様のお父さんヨセフ役をやるということになりました。でもこの先生はいわゆる自閉症で、普通の会話のできない甥っ子が一体何ができるんだろうかと不安だったそうです。自閉症の特徴でもありますが、一つの場所にじっとすることができずに、こだわり行動があって、重度の知的障害もあって、人の前に立つことができるんだろうか。さて当日、多くの人が見守る中、ヨセフが登場してきました。マリアと一緒に宿屋を探す場面で、H 君は、ウォーと第一声を発したそうです。最後、博士たちが礼拝と贈り物を捧げる場面では、ヨセフさんは、ウォー、ウォー、ウォーと3度見事に語って、甥っ子 H 君は
劇中その、劇の場面でじっとしていることができたという話であります。お母さんを見ると大粒の涙がこみ上げています。現代社会の力や強さの価値観に比べたら弱い無力なうおーという一言でも彼を知る者には驚きであり、施設での療育活動の確かな成果でしたと、そして木原先生が文章をこうまとめています。この降誕劇は客観的に見たら言葉のない無声映画のようで、今まで見た劇の中では最低レベルでしょう。でもクリスマスのリアリティにあふれていました。どうしてかというと、劇に合わせて先生が朗読した言葉、暗黒と死の陰に宿る者たちとか、貝場桶に寝かされた幼子とか、宿屋に彼らのいる余地がなかったというその舞台は、人間の競争社会から外されて生きざるを得なかった者たちの必死な弱さの弱者の叫びの場であったんだ。ところがイエス様が来られて、そこが恵みの場所になったんですから、ウォーという彼の叫びが、それをリアルに表していたんだというお話であります。私はこの話に感動して、私自身がウォーと叫びたくなるほど、声なき者の声が聞こえるでありましょうか。イスラエルの民は、神様の住まわれる聖所を汚し、偶像礼拝を行いました。そのひどい罪のゆえに、神様はエルサレムを滅ぼし、民は愛する者、家族を失う、声にならないほどの悲しみを経験します。しかし、そのような人間の汚れ、汚れ、罪を清めるために、一人ごろである主イエス様がこの地上に来てくださったというのは、それは神様が沈黙を破られたということです。そしてこの貝場桶に寝かされた、おぎゃーとしか産声を上げることのできなかった幼子こそ、全世界の希望となったのであります。言葉にするのもおぞましい、口を塞ぐほどの汚れた現実に救いの叫び声が聞こえてくる。いかがでしょう。ゴスペル、福音とはこの沈黙を破る勝利の歌声であるということを心に留めたいと思わされます。今日は預言者エゼキエルの沈黙からさまざまなことを黙想いたしました。2000年前ゲッセマネで捕らえられた主イエスキリスト様は、大祭司カヤパの庭でたくさんの不利な証言が申し立てられた時に何もお答えにならなかった。イエスは黙っておられたとそのように書かれています。しかしあの苦しみの極みである十字架上では、父よ彼らを許してくださいと罪の許しを宣言され、すべては成し遂げられました、成就しましたと救いの完成を叫ばれました。2000年の時を超えてキリストの沈黙と叫びは私たちへの希望のメッセージであり続けます。私たちはどんな時も主の声に耳を傾け、その声にお従いしていきたいと願わされます。お祈りいたしましょう。愛する主よ、声にならない痛みや悲しみを背負っておられる方がいらっしゃるとそう思います。不当な扱いを受けたり、理不尽な出来事で黙らせられているお方もいらっしゃるでしょう。そんなお一人びとりに
主のご愛が届きますように。沈黙を打ち破り勝利の宣言をしてくださるイエス様の勝利の叫び声が私たちの心に届きますように。そして救いと解放のゴスペルがこの国に響き渡ることができますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。